どうも、ビーレジェンド遅見田です。こんにちは、どうもって言った方がいいですかね。どうも、ビーレジェンド管理栄養士の布目です。どうも、ビーレジェンド上野です。上野さん、おねえみたいですね。やめてください。おねえじゃ、上じゃない、おねえじゃないです。何ですか、今日は。今日はそうですね、はい、結構タンパク質でこう取る量についての問い合わせが結構あったりもするんですよ、うん、やっぱりこう 20g って結構言われますけど、うん、それ以上取ったりしてもしっかりこう吸収されるのかっていう問い合わせが結構あったりして、その辺は今日ちょっと布目さんに教えていただこうかと思っております。はい、なんですかね、その 20g っていうのは 20g 以上は活用されないってこと、うん、そうですね、吸収されるのかとかされないのかって、それそうなんですか。なんか私が聞いたのは、うん、40g くらいまでならっていう話。あ、また 50g くらいならいけるんじゃないっていう話も聞いたことあります。結構いろんなあれがあるんですよね、うん、多分やっぱりその辺は本当いろんなデータがあると思うんですけれども、割とスポーツ栄養で言われてるのは、まあ、20g って言われてて、まあそれ以上取ってもあまり変化がなくないっていうようなデータがあるっていうのは、まあ、割と言われてはいるんですけれども、まあ、ただそれっていうのも今の段階で分かっていないっていうだけであって、今後ね、そこももっと研究結果がいろんなものが出てきたら、変わっていく可能性っていうのは本当に大いにあると思うんですけれどもですね、本当に体の大きさやっぱりみんな違うので、上野さんと私って本当に倍ぐらいの私2人分ぐらいなのでね、やっぱりそこはちょっと一概には言えないかなと思いますね、うん、なので人によってね、多分体重かける2g、取る人、まあそれ1日ですね、1日で、まあ、取るってなって、で、まあ、1回の量がですね、まあ、プロテインとかはまあ大体ね、やっぱり一つの基準としては1回量で 20g 取れるっていうのが、私はまあプロテインを選ぶ基準の判断材料かなと思っているんですけれども、まあそういった意味でも、なのでまあ人によってはそれにもう少し 20g 以上になるように取られてる方も大勢いらっしゃいますので、うんね、自分でお好みでって感じですかね。だからそこで言うなら、うん、ちょっとその結論とはまた大きく違った着地にはなるんですけど、うん、まあ、体重あたり2g だったり、うん、タンパク質1日で摂る量を決めるじゃないですか、うん、でそれに対して何回その食事だったりサプリメントをあなたは取れますかっていうところが結構大きいと思うんですよ。そのまあ体重かけ 2g でもうどうしても忙しくて1日1回しかもう口に物を含めませんっていう人であれば、その体重かけ 2g 分をその1回で食べるしかないですよね。逆に1日3食しか食べれません、うん、3食以外の間食は無理ですっていう場合は体重かける 2g を3分割して取る他ないですよ、うん、もう何だったらもうでも5、6回いけますよっていう場合はもう同じで その、うん、それで割る、うん、そういう方法を取るのがベターかなとはちょっと思いました、うん、やむを得ない、まあ、やむを得ない場合はそうですよね、うんうん、まあその効率でいうと少ない数の方が良くはないとは思われます、うん、そうですね、1回で取る量が多ければ多いほど使われないものは増えてくるのかなという感覚はあります、うんうんうん、そうですね、でここについては本当に何ですかね、お猿さんの時代からそうらしくて、動物園行ってお猿さんを見ると、うん、お猿さんは、ま、ずっと食べてるんですよ、うん、ちょびちょび、うんうん、だからああいう食事スタイルが本当は合ってるよねっていうところがあって、逆にですよ、肉食動物、うん、何でもいいです、うん、例えばライオンとか、うん、あれって多分獲物が来なきゃ多分平気でそう1週間とか食わないけど、うんうんうん、1回1頭のそのまあ何ですかヌーとかを、うん、まあそう狩られた、そうそうそう狩られた、もう飼えばもう多分たらふく食ってそれでまた次まで耐える感じだから食事量って少ないと思う、うん、だからそういう動物種によっての食べ方がある手前、うん、やっぱり我々がその習うところで言うとお猿さんなのとか近いしって思うんですよ。お猿さんの食べ方見ておってお猿さんでめちゃめちゃ太ってたりとかする人いないでしょ。だからああいう食べ方が合ってるんじゃないですか。
うん、確かにあのタンパク質って私たちの体の本当にもういろんな部分をあの構成している材料になっていて、うん、で常に分解と合成が24時間ずっと繰り返されてますので、あのこまめにあのちょこちょことあのタンパク質補給する方が確かに理にはかなっているのかなとは思うんですよね、うん、一気にとかって食べるよりかはずっとねちょこちょこ食べてでずっとその分解吸収あのねっていうの合成っていうのをそれに繰り返していった方があの効率よく、体に使われるのかなとは思いますけどね。そもそものところで言うとそのタンパク質が利用されるもの効率を司る要因ってどんなものがあるのかなっていうのが考えたら面白くないですか。例えば人によってその出るタンパク質の分解酵素の量なのか、うん、分解酵素を出してる内臓の強さなのか、うん、あとは胃だと胃液とか、うん、そういうとこの強さとか、うん、あとはその腸内細菌で他どれだけそっちに取られてるのか、なんか考え出すとだからまあ何が言いたいかっていうと考え出すとキリがないですよね、いろんな要因が絡んでくる、うんうん、そうだからこのタンパク質この量取ってるけどそれが果たして使われてるんだろうか、うん、全部使われてるんだろうかって考えるのがちょっと今の段階ではなかなかこう不毛なのかなっていうところ。そうですね、うん、あの一つその、まあ、今のね本当いろんな要因っていうところでよくあのタンパク質がその吸収するときに補酵素としてビタミン B6 が必要ってね、うん、よく言われるんですけれども、あのプロテインですと本当1回のそのタンパク質が、吸収するのに必要なだけのビタミン B6 が入っているので、まあ、本当それ効率よく吸収できるのかなと思うんですけれども、うん、例えばね本当に一気に、まあ、プロテインじゃないものとかね食事とかでも一気にたくさんドカッと取ってしまうとタンパク質だけが多く取れてしまって、うん、その吸収するためにあの、ね、その分解して吸収するための補酵素が足りないっていうこととかも要因で確かにあるかもしれないですね。ね、うん、めちゃめちゃこれはやっぱり難しいところで、うん、本当にだからそのこれ使われてんのかなって思って飲むよりは、うん、これ飲んだら大丈夫絶対使われてんなって思って飲んだ方が良くないですか。うんうん、そうですね、まあ、不足するよりね、うん、あのしっかりと取れている方が絶対いいと思いますので、うん、過剰の摂取の懸念もあるけどって感じですけど、それは何かしらやっぱり体にその前触れというか前兆が出るものなんですよね。そうですね、出ると思いますし、そのあのやっぱりそういうの出るにしても過剰摂取がすごく続く期間がものすごく長くなると、まあ、そういったことが出やすいのかなと思うんですよね、まあ、一応1日 の, その食事摂取基準で1日のタンパク質の必要量というのは決められていて、でその栄養素ごとにその上限あの対応上限量っていうのが決められている栄養素があるんですけれども、これ以上取るとそのいろんなあの疾病とかそういったリスクが出やすいよっていう数値があるもの、あの明確に分かっているものに関しては、その上限値があるんですけれども、タンパク質って確かにまあちょっとね腎臓過剰摂取すると腎臓を壊しやすいとかって言われたりするんですけれども、ちょっとそこの因果関係っていうのがまだあの明確ではなくって、じゃあどれだけ取ったらそうなるのかっていうのも実はあの明確にはなっていないので、まあ、上限っていうのもないんですけれども、うんうん、なんかその辺で言うとこう、まあ、今回のテーマって果てしなく大きいような気がしてきて、そうなんです、難しいテーマだなと思うんです、うん、でもここがなんか解明されたらね、例えばその筋肉だけじゃなくて肌質や髪質なんかもここも関係してくるわけですし、ね、うんうん、そうですね、すごくもうあの、うん、人間の悩みを全部取ってしまうのではないかというくらいな、うん、それは言い過ぎなんですけど、うん、でも結構本当にねタンパク質ってあのね、本当いろんな神経とかもそうですし、神経伝達とかにも関係しますし、うん、ね結構そういう精神的なものとかそういったものにも影響してくるので、うん、本当にいろんな可能性を秘めている栄養素だと思いますのでね、うん、そうですね、面白いですねっていう感じでまとめるとどうですかね。そうです、まとめるとあれですかね、ま小分けにできる時間があるのであれば、うん、できれば小分けにして取っていただきたいっていう部分はあるんですけど、うんうん、ちょっとひっくり返していいですか。だからそれで言うと、はい、細かく取ることによって胃腸は休んでる時間がなくなるわけじゃないですか。それは大丈夫なのかなと思って、だから休ませる時間っていらないですかねと。まあ、寝てる時間はまず休んでるとは思うんですけれども、まあまあそうそう、あとはやっぱ固形物でやっぱずっとそうやって取ってると
負担は確かに休む時間がないかなと思うんですけれども、そんな時はそんな時はお上手で、あららららお上手で、ね、まあ、そういう時にだからやっぱりね、本当プロテインって、あの運動の後とかも疲れてる状態なので、固形物を食べるよりもこういったプロテインで液体で飲む方が、あの消化吸収の負担も少なくて効率よく吸収できるっていうのもね、やっぱあのオリンピック選手とかもそういう風にしてると、してる人があの多いと思いますし、結構そういう指導を受けてると思うんですよね、管理栄養士の人から。なのでそういう意味でも、あの細かく食べるときには、そういう間食にも使っていただくのに、プロテインに適しているんじゃないのかなと思いますね。なるほど、うん、っていうことですね。え、どういうこと？今もう全部言ってくれたかと思いますので、なるほど、はい、そういたしましたね。この動画が良かったっていう方はぜひグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。コメントとか募ります。今回どうします？今回も募りますか。自分はじゃあどういう摂取を意識しているかっていうのをコメントに書いてもらいましょうかね。ありですね、自分がまあどれくらい1日何回食事して何回プロテイン飲んでますみたいなところ、うん、でそれでこう調子がいいのかどうなのかみたいな、うん、そうですね、うん、参考になりますよね。確かに、うん、そういうちょっとコメントいただけたらかなと。ぜひお待ちしております。私は最近、ちなみに、うん、私は間食で2回プロテイン飲んでます。朝昼晩プラス2回ってことですか？はい、そうですね。ご飯の朝昼晩に加えて、間で朝食とお昼の間と夕飯食べた後ですかね。あ、寝る前とかですね。はい、寝る前、そうですね、あのご飯食べてから時間があるときは寝る前に、あの寝る直前じゃないんですけどね、もうちょっと前に、はい。取ってからやっぱ調子は良くなりましたか？まだちょっと分かんないです。なんかでも肌つや髪の毛がすごくいいかなっていうふうには思います。ぜひコメントお願いいたします、はい、それではまた会いましょう。皆さん、さようなら。また会いましょう。